タイバームクーヘンです。ただいまですね、甲府駅の南口ですね、いますね。こっからですね、ちょっといろいろ回ってみたいと思います。ちょっとですね、こっちの方にですね行くと、私が泊まったですね城のホテルってのあるんですけども、城のホテルのですね、見晴らしがですね、甲府駅がちょっと見えるんですけども、そこちょっとですね行くんですが、時の鐘っていうですねものがあるんですよ。そこをですね皆さんにお見せできたらいいかなと思ってるんで、ちょっと行きたいと思います。時の鐘っていうのがあるんですよね。城のホテルなんてあったかな、当時ちょっと忘れちゃいましたけども。そこは私が泊まったホテルですね。ずーっとですね、皆さん見えると思いますけどね、ここは私が泊まったホテルですね。ずーっとありますけども、こっちに行くとですね、時の鐘っていうのがあるので、それ皆さんにちょっとお見せしたくてですね、なんかあそこの川越では有名じゃないですか、時の鐘って。それがですね、ここの、甲府にもあるんですよ。せっかくなんでね、皆さんにお見せできたらいいかなと思ってちょっと来た次第でございます。ちょっと行きましょうかね。陸橋みたいなところ渡るんですけどね。そこにね、降りる階段があるんですよ。ちょうどね、いいようにですね。さすが観光のために力入れてますね。今日ですね、前もちょっとどっかの話でしたかもしれないですけど、三脚がぶっ壊れてしまいましてですね、ちょっともうしょうがなくですね、私はですね、スマホを持って歩いております。三脚まさかのぶっ壊れですからね。おー、いい景色だね。ここいい感じの景色です。ちょっと気をつけていきますか。行きまして、入場無料、9時から5時。まあこんな感じですけども、ここになんかですね、ズドーンと門がありますね。なんだろうこれ。石垣って書いてありますね。甲府市歴史公園石垣まんまですね。これが石垣ですね。ずらーん、こんな感じでございます。こっちにですね、そのさっきご案内した時の鐘ございますんで、ちょっとお見せしたいなと思います。なんかすごいいい感じの風景ですね。
やっぱ力入れてますね。石垣もすごいですね。こんな感じで、甲府夢小路明治館、こんな感じですね。はい、ではですね、これがですね、甲府時の鐘でございます。はい、結構いい景色で、私の泊まったホテルがドーンと真ん中に鎮座してますね。これですね、これ美味しかったですね、ご飯が。はい、ではここで一回終了します。ありがとうございます。